お、太い。よしよしよし。はい、どうもエナジー福田です。今回はですね、スピニングでやるメタルバイブ、これちょっと試したかったんで、サーキットバイブ、今つけてるのとこの2つだけで、今日は釣りをしていきたいなって思います。そうですね、釣れる気配はあれなんですけど、まあ、うまいこといけば1匹釣りたいなって感じで、まあ、練習も兼ねてやっていきたいなって思います。はい、では。来た。でかい。来たー。いいサイズ。バレんといてほしい。おお。いいね。おお、引く、元気。この前のは全然、お、いいサイズ？この前のは全然引かんかったのに。おお、おお、引く、あ、やばい。お、太い。よし。よいしょ。はあ、めっちゃいいサイズ。サイズは痛い。サイズ48.5。
なり餌食ってそうなパンパンな、いいバスでしたね。はい、 48.5、 かなりいいバスですね。はい、こんな感じです。あー、よかった。サーキットバイブ、上あごにがっつりかかってました。いやー、釣れちゃいましたね。サーキットバイブ初フィッシュですよ。あれ初フィッシュがプリプリの48、よかった、はい、ちょっとねスピニングでのメタルバイブ結構不安もあったんですけど、うん、やり通してよかったですね。やっぱサーキットバイブすごいんかな、うん、そうですね、このカラーが特に、うん、さらにいいんかなと。うわー、もう一匹欲張っちゃいたいですね。はい、行きましょうか。というわけでですね、ちょっと2本目は残念ながら出ることはなく終了となります。もうちょっと暗くなってきたんで、もうカメラの限界かなと思うんで、そろそろ帰りたいなと思います。このラストキャスト釣れるかどうかちょっと気になりますね。多分釣れないんでしょうけど、はい、そうですね、今まで大遠投してでフッキングするかのように大きいしゃくりやってたんですけど、今回スピニングで、Mで、しかも P なんで、ちょっとのしゃくりで、まあ、ルアーがしっかり動いてくれるっていうのありますし、サーキットバイブ自体動き出しが早いんで、こういう使い方やると、超過アップするんかなって感じでしたね。釣れてくれるんかなと。はい。ではでは、ちょっとしばらくの間、このスピニングサーキットバイブ、これ、ちょっと可能性ありそうなんで、やってみたいと思います。はい。ということで、今回の動画は以上となります。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。